桜2021とソプラノのためのバラード旅立ちの歌を作曲した井原貴明です。桜は2年前の春、松山市郊外の公園行った時に満開の桜の下で遊んでいる子どもたちの情景を見て詩を書きました。リズムは1873年頃アメリカで作曲された歌曲、今ではアメリカ民謡と言われていますが、その曲のリズムを土台にして編曲をし、この詩を載せて作曲をしました。2曲目の旅立ちの歌はソプラノのためのバラード曲に仕上げたものです。詩は15歳という年頃の少年たち、少年少女ですが、少年たちは心の揺れ動く青春の不安定な時期にあると思うんです。そのような状態の中でくじけないでしっかり乗り越えていってほしいとの思いからこの詩を書き作曲しました。ソプラノ歌手石川智子さん、ピアニスト越智清香さんに演奏をしていただきます。